どうもメンディーです。今回のムーブオンは2015年の暮れ、おしゃれな街をかっ歩しながら最後は夜のイルミネーションをお届けしたいと思います。国立競技場がない。いやー、なんだかんだで亡くなってから初めて来たかもしれないけど、こんなねすごい都庁とか新宿方面が一望できるもんなのね。すごいね。いやー、ほんとすごいパノラマビュー、すごいなぁ。2020年はもうこの景色は見れないんだからね、今だけよ。あ、何、神宮球場がこんなことになってしまっているの？これは何？建て替えてるの？あの茶色い外壁がなくなっている、オレンジっぽい、茶色っていうかオレンジというか、いやー、なんかちょっと切ない。というのも高校時代にね、都内のベスト16に通ってた高校が入ったので応援しに来た思い出があるんだけど、やっぱ時間っていうのは流れていくもんなんだね。あー、綺麗。綺麗だね。綺麗ね。あー、着いた。あー、やっぱいいね。いやー、素晴らしい。素晴らしいですね。たまらないっすね。いやー、これはすごいっすよ。久々に来たけど、絵画館。いやー、あー、もうなんか鳥肌立ってきちゃった。
ってみましょうか。いや、近くで見ると大きいね。一つ一つのこのモニュメントとかがね、石造りでしっかりとこう作られてて、やっぱこう建築物とか見てて思うんだけど、人の手でこれを作ってるっていうのは本当素晴らしいよね。帰り道に気づくペガサスとかさ、すごいね。2頭のペガサス、正反対の向きを向いている。これもきっと何か意味があるんでしょうね。その上には日本国旗っていう、そういうのを探りたくなるっていうのがね。いや、何でもそうだけど、芸術作品は何、解釈はその人それぞれだけど、やっぱりこうなんか考えさせられるものでないとなってすごく思うのね、私は。いやー、戻ってきた、ようやく。並木がちょうど西日と重なって眩しい。いやー、すごいね、本当。アンテナみたい。イチョウの木がね、なんかすっごいこのイチョウのてっぺんのアンテナ通してどこへでもなんか発信できそう、いろんなものが。あの並木通りみたいなものがない国もあって、そういう国の人たちがやっぱここに来ると感動するっていうよね。自分の祖国にない色っていうのは多分目の当たりにするとすっごいショックだと思うの。前から話してるように、私は意図してまだ海を渡ってないんだけど、多分海外行って一番感動するのってそういう日本では見られない色彩を目にした時なんだと思う。で、そういうものをね、こう感じるのよ。ここに来てこの時期のこういうイチョウの色彩を見ると。日本にしかないパステルカラーなのかもしれない。イチョウ並木を脱出して青山通りへ向かいます。青山通りルート246。一番好きなドライブスポットかな、246は。あの都心寄りじゃなくてもっと神奈川の方行ったとこね。
この辺りは銀座がそのなんちゅうの大人向けのファッションストリートの走りだとしたら、この辺りは若者のファッションストリートの走りだと思うのね。ここはほら青山のキラーストリートって言われた、某ミュージシャンもキラーストリートっていうアルバムを出してたけど、こっから撮られてるんだよね。こっちまっすぐ行くとビクタースタジオがあって、この辺りはほんの数百円で入れる、収容人数も100人前後くらいのね、小さいホールがあって、そこでまあ当時新進気鋭だった越野純子しかり、日本人の若手のいろんな前衛的なデザイナーさんがそこでコレクションを開いたりしてて、そういうところにね、若いあのティーネイジャーとか若い子たちがどんどん中に入れたっていう、自分のそういう美的センスとか感性を磨くことができたのね。今はインターネットとかそういったものが溢れてて、いろんな世界中のファッションをすぐ見ることができるけど、当時なんていうのはそういうものがないわけで、ただそういうふうにね、あの情報社会豊かになったけど、やっぱり実際生身の人間が着てるものを、その人そのものが持ってるモデルさんのオーラとかもあるしね、そういったものを目の当たりにするのと、ああいうインターネットとかで見るのとはわけが違うと思うから。でそういう本当にこの辺りで開かれてたコレクションに、残しの純子のショーにあの山口小夜子さんが出演なさって、そこから火がついて、化粧品メーカーだの広告塔なの、日本を代表するねモデルになられたんだけど、いや本当若者からそういったものを、若者がその吸収してて、若者がそういったものを表現して発散してっていうような街の走りじゃないかな。この辺りに自分のオフィスとかブティックとかそういったものを構えた人たちっていうのは、ここはその坂の上になってるから、こっから渋谷とか六本木とかそういったところに流行が流れていくっていう、そういったことも考えてこの青山通りっていうところに、そういった自分たちの発信基地みたいなものを構えたと思うんだけど、今はねそのファッションストリートっていうよりも本当にもういろいろなお店ができてるから、一概にファッションストリートとは言えないと思うんだけど、でもここの流れっていうのはその表参道とかにも通じていたりするわけで、その当時青山から降りてったファッションの文化をこれから探りに行きたいと思います。ここ山陽堂書店、実はここは戦前からある本屋さんで、東京オリンピックが開催されるっていう風になった時に、本当はこの辺りまでお店があったんだけど、道路を拡張するっていうことでバッサリカットされて、今はこの横幅みたい。
だから第二次世界大戦とかそういったものもさ見てきてるわけだよね、この山陽道は。こういう傘の穴は一番星っていう感性がすごく好き。そういう若い子たちがずっといてほしいなって思う。傘の穴を見た時にそういうふうに発想できたりとかね、なんだ穴開いちゃっただけじゃなくて面白いじゃない、そしたら毎日が。今はまだただの並木道だけど、夜はきっと綺麗よ。なので一旦ここをスルーして、もう少し青山通りを堪能しようと思います。青山学院大学のキャンパスが見えました。私が通ってた小学校、中学校の横が青学の理工学部だったの。今なくなっちゃって高層マンションになっちゃったけど、だから未だに青山学院大学って聞くと育った町の方を思い出しちゃうの。幻の青学理工学部。閉館してしばらく経つけど、ここはもう青山劇場と子どもの城っていう子ども向けの施設半々になってんだけど、子どもの城の方は本当にビル全てのフロア通して、例えば図画工作ができたりとか、積み木を積み重ねたりとか、あとは本当に体を使って遊ぶミニチュアのアスレチックが中に入ってたりとか、そういったものがねたくさん詰まった、もう子供にとっちゃ天国の施設だったわけ。閉館してどのくらい経つかな。もちろん私もちっちゃい頃親に連れてきていただいてね、いただいてとか言っちゃって改まっちゃって、図画工作とかなんかこう積み木とかパズルとかそういったものってやっぱ今考えるとなんかこう多分アートもそうだし曲作りもそうだけどリンクしてるところがあって、料理もそうかな、もう無我夢中に作ってるっていう、夢中っていう言葉が本当にぴったりなの。ここに来るとだからそういう未だに曲を書くときに感じることとすごい近いものがあったんだなって思う。もうだからすごく残念だったのね、ここが閉まっちゃうって聞いたときは。で、入り口のオブジェがここの象徴ですよ。裏原湖とキャットストリートの入り口、
原宿側から歩いてくるとここが、出口になるんですけれども、私は渋谷からこのキャットストリートを通って表参道に繰り出しに行くっていうことが多かったので、ここが私にとってのキャットストリートの入り口でございます。んでもってここピンクドラゴンで待ち合わせをして、通称キンタゴールデンボールの下で待ち合わせをして、みんなで活気づいて街に繰り出していくというそんな学生時代でした。気分は元気というわけでキャットストリート歩き出します。あのお店は行きましたね。よくあのキャットストリートでコーディネート全部まとめると大変なことになるんだけど、そのアクセントとしてなんかこう小物だったりだとか、まあ、あのインナーだったりだとかそういうのを取り揃えるんだったら私はキャットストリートがおすすめかな。こう割とパンチ効いたファッションを下地にして品のあるものを組み合わせっていうのが私すごい好きなんで、この辺りが本当キャットストリートって感じ。あら、こういうこの中に家がこう普通にあったりとか、あとああいう古いアパートがこんなとこにあったりとか、これね面白いでしょう。このギャップが私なんか好きなのね。ああ、ほら、そして大きなツリー。あれは何？一番てっぺん、あれは何が乗ってんの？あれ、てっぺん豚ですね。豚。あ、すっごいオーナメントがでっかい。私球体恐怖症なんで、これ恐怖でしかありません。このツリーのオーナメントの大きさが。あー、怖いぜ、怖いぜ、怖いぜ。ここがレンタルのチャリ屋さん。いいよね、ここであの手ぶらで来てチャリ借りてこのままさっきの青山通りの方までちょっと走ったりとか、あの電動エンジン付きだったので、面白いよね。このさ、ラグタグの、うん、店内の一部スペースを当時の店舗再現してる。そういうコンセプチュアルなものってすごく面白いよね。もちろんその再現ということであってまんま全く同じものがあるっていうわけじゃないと思うんだけど、その当時のファッションをこう今のちっちゃい子たちとか若い子が体感するには、やっぱさっきも言ったけど、ああいうネットで調べたりっていうことよりも実際に手に取って試着して自分の身にまとって感じるっていうのが一番だと思うから。八百屋さん、そう、普通に八百屋でしょ。ここも名物だよ。なんか珍しいものとかないかな。いいね、こういう風な今みたいなさ風景がすごい。ここ原宿とは思えないでしょ。残ってんだね。
なんかちょっと嬉しくなっちゃった。キラキラしてきたでしょう。だから好きなのね、この季節渋谷の方から歩いてきて、本当だ、キャットストリートを通過して表参道に行くっていうのがゴールって感じするじゃない、キラキラ。さっきまでは何もなかった並木道がもうイルミネーション、星屑の街と化してますけど、来たね。今アイランドヴィンテージカフェになってるけど、ここは実は元はシェイキーズで、ここのシェイキーズによく歌詞を書きに来たりしてたの。2014年だから去年ね閉店しちゃったんだけど、こっから見える人の流れみたいなものをなんか絵をスケッチするような感じで言葉に書き起こしたり、まあこういうイルミネーションの季節になるとこのなんていうの、感動っていうかもう、あすごい綺麗だなみたいな感情をうまく言葉に表したくてね書き留めてたの。2015年の暮れにすっごいキラキラした場所で今年のムーブオンを締めくくれるっていうのはなかなかとても嬉しい気がしてます。なんかすごいキザかもしれないけど本当に星空みたいでね、このイルミネーションが、なんかこういう景色を見て感動できる自分で、それでそしてまたこの感動を人と共有したいって思える自分を来年も大事にして、そしてまた素敵な大人になってメンディーやりたいななんて思いました。皆さんにとって2015年という1年がどういったものだったか私には分かりませんけれども、ただこれを見ていただいて、まあ、少しでもあ綺麗だななんて思ってもらえていたら私は本望です。また皆さんにとって素敵な、1年が年が明けて過ごせることを祈っております。また2016年お会いしましょう。メンディーでした。
気持ちに